私たち宮城県国際化協会は東日本大震災の前から、いわゆるそのニューカマーと言われる日本に来て間もない外国人の方を対象にした各種研修会をやってまして、そのニューカマーのための講座の1コマが防災のコマだったんですけれども、そのコマを仙台だけではなくて宮城県内の各地域、特に津波で被災された地域で展開したいということで、あちこちにお声掛けをして、いの一番に手を挙げていただいたのが石巻だったという、そういう流れです。ここから一気に水位が上がっていきます。皆さん方の方から、私はどこどこから来た何々ですと言ってくれたら、町内会の方々はとても喜びで、その後皆さん方が何かあった時に皆さんを助けようとします。ぜひ自分、皆さん方から町内の役員の方にご挨拶してください。単に防災の勉強をするというだけではなくて、こういった時に集まって、またその仲間との交流をしたり、あるいは新しい人との出会いがあったりというような、そういう場にもなるので、この会自体がネットワーク形成の一助になるということもありますので、そういう意味でも地域での開催はどんどん大なり小なり、いろんな形でやっていければなというふうに思っています。研修生という形で出てきた外国の若い子たちもいて、地震っていう経験がなくて、で、普通の生活じゃなくて寮の生活になるので、今の各家庭のものでは当てはまらないと思います。で、避難経路とか避難方法とか、そういったものもちょっと工夫してあなたに作って教えた方がいいんじゃないかなって、今日の感想なんですね。一番私感じたのは、やっぱり震災後の皆さんといいコミュニケーションすること、そして自分は外国人じゃなくて、自分たちもこの辺の、市民として一緒に協力、助け合いの気持ちがあればもっといいなって